は豊洲だとちょっと様にならないかもしれないので試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、お待ちかねの JW アンダーソンのコラボ商品をご紹介していきたいと思います。はい、まず最初にね、売り切れ必至のこのワンピースからいきたいと思います。一応ね、前回ねレビューの時にご紹介しましたけれども、金額等々もねまたお伝えしたいと思います。 A4 スタンドカラーシャツワンピース69番のネイビー M サイズを購入しました。金額は3990円です。レイヨン 100% で、そのねワンピースって L サイズを購入するんだけれど、なんでこれは M にしたかと言いますと、シャツのワンピースなのであんまり肩が落ちてると可愛くないなと思ったんですよ。今着てるようなね、わざとこういうドロップショルダーにしてるようなものはいいんですけれど、きちんとね肩のところに這わせるために、沿わせるためには M の方がいいなと思ったのと、別にこれ長さそんなにいらないじゃないですか。ロングワンピースっていう感覚ではないと思うので、シャツワンピースなので M で十分なのかなと思って選びました、 M の方を。で、何がこれいいってね、色もいいんですけど、この感じのここの白がすごくやっぱりなんかこうすがすがしくて好きです。というわけでこれ早速着ますね。はい、そしてねルックブックではこれとこれとあとグレーのねマフラーをコーディネートさせてたと思うんですけれど、これはそのままコーデで違うマフラーを選んできました。このセーターはクロップドクルーネックセーター、色はグレー04番のグレーで、 L サイズ3990円です。素材が 40% アクリル、 30% ナイロン、 30% ウールです。で、これはなんで L を購入したかっていうと、あんまりピタッと着るようなタイプではないから、割とこう大きめでルーズに着るようなタイプだなと思います。ただそんなにルーズルーズな感じはしないし、丈が長いようだったらちょっと中にインしてもいいのかなっていうふうに思って L にしました。で、もちろんねこれ折り返しても着れるけれども、折り返さなくてもいいのかなっていう、ただね外側にこういうねかがり目がありますので、このままよりもやっぱり提案通り折って着る方がいいのかなっていうふうに思います。では次こちらです。じゃん、イージーワイドパンツです。私は L サイズを購入しています。後ろにポケットが1つついてますが、サイドにもねちゃんとポケットがついてます。そうそう、ポケットって言えばね、このワンピースね確かねポケットついてるの、ここ後で着た時にお見せするけど、これすごくない？私シャツワンピースでポケットがついてるのって初めて見ました。で、話をこちらに戻しますと、08番のダークグレー L サイズを購入してるんですけれど、ポリエステルが 45%、 ウールが 33%、 レイヨンが 22% です。ウエストが結構大きいんだけれど、なんかねこの大きさが今っぽいのを楽しみにしててください。はい、そして最後ね、こちら、これなかなかね私3本の中で一番これが高見えだと思います。マフラーの色味もなかなかいいですね。割と何にでも合わせやすいマフラーだと思います。というわけで、行ってみようの前に私の今日のコーデご案内したいと思います。はい、私の今日のコーデなんですけれど、見覚えのある方もいらっしゃるんじゃないかしら。夏に購入したグレイルのプリーツスカートとセットで確か2000いくらのものですよね。それを引っ張り出してきました。なぜかっていうと、最近シャツにこういう T シャツ素材のものを縫って通販で売ってるパターンが結構多くて、こういうレイヤード的な感じの提案しているお店が結構多いの で、あ、そういえばあのグレールのジレとシャツでできるなと思ってちょっとトライしてみた代物でございます。そしてね、この中に着てるのはコラボ商品というか、アンレリッシュさんっていうブランドで五十嵐とタイアップというかプロデュースさせていただきました。その商品です。足元はレギンス系のパンツと、それからキラリンな感じの、はい、シューズを履かせていただきました。はい、それでは行ってみよう。じゃん。はい、先ほどねレギンス風パンツと、まあ、そのままでブーツをその後履きました。そしてその上にこのワンピース着てます。で、中にはねユニクロさんのエアリズム着てるんですけれど、私は割とこれぐらい空いてる方が好きなので、風が抜けるような感じが好きなんですけれども、閉じるとどんな感じかっていうのもお見せしますね。閉じるとこういう感じです。で、私ね裾のところ2つボタン開けてます。はい、ここ開けてます。もちろんねこのまま閉じて普通に1枚で
ね、お召しになる場合は下まで閉じていただいていいと思うんですけど、私あの結構一歩が大きい大股歩きの人なので、少し空いてる方が私としては動きやすいです。レビューの時にお伝えしたようにこちらポケットがついてるんですよ。これね、ワンピースシャツワンピースでポケットがついてるって、これ画期的。本当にめったにないです。こういうの考えてますね。何があったら喜ばれるだろうなっていうのを考えてるデザイナーさんだなっていう風に感じてました。こちらね、ルックブックは確かブーツではなかったと思うんだけれど、素足にあの例のしましまの靴下を履いてたと思うんだけれど、これブーツに可愛いと思わない？なかなかブーツと合わせる方がいいななんて思ってます。はい、で出ました、マキオ。マキオちゃん、マキオするとこんな感じで、はい、以前予想レビューの時にここが肝だよ、この折り返しがちょうどポイントになるよって話をしました。どう？ポイントになってない？可愛いでしょ。これお団子だから今日ねあれだけど、こういう感じもどう？多分可愛いんじゃない？どう？なんかちょっとなんか大黒天様みたいな。どう？やっぱり大黒天様大黒天さんだったごめん、はい、ちょっと大黒天さん却下。お団子も崩れちゃいましたはい、大黒天さんから戻ってまいりました、いかがです？というわけで可愛いでしょ。でもちろんこれ上に着ても可愛いと思うんだけれど、確か私ね紺のねセーターも購入してるので、紺のセーターでねこれはご覧いただこうかなって。だってここまで確かねタートルのやつなので、これだとちょっと中途半端にこの襟が出てしまって、今一つうーんって感じだと思うので、紺でね着てみたいと思います。でちょっとこれ一瞬だけイネスのねデニムワンピ合わせてみたらどうなるかなっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。じゃん、どう？いけてない？ちょっとここね出して折り返してます。でもちろんこうやってね今私上を開けてますけど、閉めてもいいと思うんだけど、私は開けてる方がいいですね。お好みでウエスト止めていただいてもいいし、相性いいなと思ってたんですけど、やっぱり良かったです。はい、じゃあ次。じゃん、はい、いかが？コンバンズ綺麗じゃない？片っぽのねポケット、お尻のポケットですけれど、このたっぷり感がすごく今どきっぽいので、しかもこのね長いストール、マフラーを一緒にしていることによって、よりモード感っていうのかな、ちょっと足される感じ、増される感じ。このセーターちなみにこういう感じです。これから先ねできたら私エクストラファインメリノウールのタートルなんかもこの中に着ている、コーデをしていきたいなと思っているんですけれども、ここのねクルーネックのこの幅がいいと思いません？ね、ここと同様をなんかリンクさせてるのかなっていうところが、こういうところがね彼の多分デザイン性の高さなのかなっていうふうに思います。もうごく普通なものなんだけれども、ちょっとのひねりで彼の良さっていうものがすごく出るのかなと思います。このパンツ何ってね、大人っぽいの、マダム感じゃない大人っぽさがあるんですよ。マダムとモードの間的な、そこがねこのパンツ、このストールすごく使いやすいと思う。何にでも合わせやすい。ダークグレーと、それから深いグリーンと、それからちょっとレンガ色というか、 T.W. アンダーソンとのコラボの商品でボアコート、丸首のボアコートあるじゃないですか、ロングのね、あのブラウンと同じ色なのかな。だからあれをもし購入される人がいたら、あれとこれを合わせるのも可愛いのかなって思います。でもう一つ、本当にねもともとのルックブックのグレーのやつ、これの色味、このねグレーが青みの割に、こちらのねマフラーが黄色、本当にね茶色に近いグレーだったの。だからね本当あれで綺麗なグリーンが中に入ってたから、あれで合わせたかったんだけど、私はこっちをしのね、このワイドパンツ、このワンピース、そしてこのグレーのセーターで合わせてみました。でこれね前を開けていただいて、上の身頃のところの部分のところまででボタンを開けてしまって、でほっこりするんですよ、もしリボンのままだと。なのでリボンを外して下にストンと落として、でちょっとカッコつける感じで片方ポケットに入れてみたいな。全体的にね本当に何て言うんだろう、大人っぽいっていうと語弊があるというかね、大人シックっていうかな。もともとコンセプトがね、そのブリティッシュリュックスっていう話なんだけれど、なんかマーケット、ロンドンのマーケットに朝買い出しに行くラグジュアリーな人たち的な、そんな感じらしいの。こういう格好でマーケットってのは、日本の豊
人だとちょっと様にならないかもしれないので、はい、ロンドンのマーケット、朝のマーケット行きたいな。はい、じゃあ皆さん一緒に妄想旅行。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。まだまだこれからも続いてご紹介させていただきます。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。